先生こんにちは。こんにちは。今日はですね、最近いろいろこういう環境なので体調を崩す方とか周りにいらっしゃるんですけれども、今日のテーマとして健康に過ごす方法ということをお伺いしたいなと思ってるんですが、はい、お願いします。はい、そうですね、健康って本当に大事ですよね。まあでも体調悪くした経験がないと健康の大切さもあんまり気づかなかったりもしますよね。いい状態がずっと続くと割とそこから幸せだっていうことも気づきにくかったりする。まあたまにはね、体調を崩すのも悪くはないだけどみんなやっぱり健康に過ごしたいと思ってると思うんですね。じゃあ健康って病気、これがこう相反したことだと思うんですけども、じゃあ何が健康、何が病気って言えばですね、実は中医学では病気という概念がないんです。ないんです何が病気かって言ったらエネルギーの偏りが病気なんですね。で、病気も健康もあくまでも現象であって結果なんですね。その結果には必ず何らかの原因が伴っていること、その原因の世界が、易経で見ると陰陽のエネルギーの自然な状態なのか不自然な状態なのかの違いなんですね、なので、要するに自分が今ちょっと病気になったり体調不良ということは不自然な状態ということなんですね。じゃあそれを改善しようと思ったら自然な状態に戻るだけでいいんですすごい簡単、そうシンプルですね。そうなんですけども、じゃあ何が自然な状態っていうことですよね。ということは本来の自分のあるべき姿に戻るだけの話なんですね。本来の私たちはもう当たり前に健康なんで、健康のことあんまりこう思わなくても健康なんですね、本来の私たちは。じゃあ結果で変えようと思ってもそんなに意味はない。じゃあ奥深いところにその原因の世界があって、本来の自分って何者なんだろうっていうところから知ったらものすごく魔法の力になることがあるんじゃないかと思うんですね。はい、魔法の健康法かもしれない。はい、本来の自分、そもそも自分は何者だと思われますか。本来の自分何者ですかって聞いたらなんて答えますね、名前を言ったりとか職業を言ったりとか、これが私なんですとか言っても、それがあなたの全体を説明できているんでしょうか。そうですね、はいはい、それは形だけですね。そうですね、自分の一部分を自分だと認識していることが多いと思うんですね。じゃあ自分って何というところにですね、実は駅のところから紐解いてみる、それも駅の成り立ちから紐解いてみたいと思うんですね、はい、はい。前回ですね、64課の中の、肝陰水という課を解説してたと思うんですけども、今回はですね全体の話を先にしてみたいと思うんですね。駅の成り立ちなんですけども、ここに64課となって、64課が表せるのが人生のあらゆる時、場面、状況、その全部含めたさまざまな場面を64課で解説してるんですね。でもこの64課はどこから来てるのっていうことですね。この現象化して目に見える64課のこの状況は何かが変化してこんな風になってきたんですね。何が変化したのっていうことなんですね。たどると8課から64課が展開して発生してるんですね。8課は自然現象なんです。天とか地とか神とか湖とか山とかですね、そういう自然現象が積み重なってどのような状況を生み出すのかというところを見ながら、自然の摂理を人間世界に当てはめて考えたのが64課なんですね。じゃあその8課自然現象まではどこから来てるのって言ったら、全ては変化のもとは陰と陽、2つの相反している性質が混じり合っているから変化なんですよね。だから8課っていうのはまだ陰陽から来てるんです。陰と陽って言えば2つなんですけども、合わせて1つっていうのが体力なんです。
だから一つに戻るって言いますよね。でこの体力はまだどっから来たのって言ったら、体力は無極から来てるんです。無極は何かっていうことなんですね。無って書いてるから何にもないっていうことなんです。何にもないっていうことは何にもないわけではなく、全ての可能性のものを含まれている形がないものっていうのがちょっと分かりづらいですかね。形はないんですけども、そこにはあらゆる可能性含まれているものが存在しているっていうことなんですね。そもそもこの宇宙、神羅万象、目に見えるものどっから来てるんですかって言うと、何にもないところから来てるんですね。ビッグバンの話皆さんご存知ですよね。ビッグバンって138億年前ですね。138光年、すごい、ちょっとまだ天文学的数字なんですけども、その時にたったの1点が爆発してビッグバンになったわけですよね。じゃあその1点は誰が作ったかですよね。1点は誰が作ったと思います？宇宙そうですよね。形は何もなかったけども、多分そこに宇宙意識っていうものはあったと思うんですね。意識、その宇宙意識がこう何もないところでやっぱりちょっとつまらなかったかもしれないですよね何かちょっと体験したいなと思ったんですよね。だから最初に一点を作り出して、でそこを爆発させて神羅万象を作ったっていうところが実は駅の成り立ちなんです。だから目に見える世界というのは陰って言うんです。目に見えない世界は陽って言うんです。だから今の私たちのこの現象化して目に見える世界は陰とも言いますけども、そこには元、この現象を生み出した元っていうのは陽、目に見えない世界から来てるんですよっていうことです。で私たちもそういう意味では何者なんですかね。目に見える私たちも目に見える部分もある。でも、ね、目に見えない部分も、そう、目に見えない部分も合わさっている。心とか魂とか目に見えないですよね。だけども体っていうのは目に見える、その組み合わせが私たちなんですね。で皆さん考えてみてください。例えば、この木木があると思うんですけども、木の枝、葉っぱに全部木の情報があるんです。全ての情報があるので、どの枝を取ってもその同じような木が育ってくるんです。で私たちも一緒なんですね。私たちも一緒で、血液の中に体の全ての情報があります。耳の中に全てのツボが集まってます。足一つ取っても全身の反射区があるんですね。なので一部分っていうのは実は全体の情報が全部あるってことなんですね。と思ったら、私たちの一個の細胞でクローン人間が作れるんですよ。そんな風にちょっと展開して考えたら、自分は何者って思ったら、現象化した目に見える私も私なんですけども、見えない宇宙意識、こういったものも私たちだと思いません？じゃあ宇宙意識は何かと言ったら、ものすごく想像している想像主ですよね。っていうことは私たちは同じく想像主なんですよね。なので健康も病気も自分で作れちゃうんですよ。病気を体験したかったら自分でそれも作れます健康がいいと思ったら健康も自分で作れちゃうんです。すごくないですか？だからそこを、忘れずに、自分は何者、本来の自分は何者と思ったら、本当は宇宙意識も含めて全部私たちの中に宇宙の情報が全部入ってるんですよっていうことです。この世に生まれて実は新たに学ぶことなんてないらしいです。
これ神様が言ってました。ですね、学ぶ必要はなくて思い出すだけでいいんだよって言ってました。私たちは宇宙の一部分だから、宇宙の情報が全部入ってるんです。なので私たちは宇宙そのものなんですね。創造主なんです。で、自然な状態って何かって、自然って何か、神って何かって言ったら規律っていうものなんですね。摂理とか規律っていうもの。なのでその規律はほっといてもちゃんと動いてるんですね、法則は。だから私たちが体調悪くしたとしても、その規律っていうのは良くしようと思って常に動き回ってくれてるんです。だから時には努力することをやめてどうにかしようと思わずに、もう自然の状態に身を任せて、そこに信頼を置いて、自分はそれに邪魔をしないだけ、じっとしていれば勝手に元に戻ってくれるっていうものが働いてくれるんです。すごくないですか？自分の中にその元が入ってるから、だからもうあとは安心して戻ると思えばいいんです。戻るスイッチを押すだけでいいんです。はい、まあそんな感じでですね、まず自分が何者なのかを理解する、まあ、これが大事なのかなと思うんですね。健康になるためにはこれが根本のことで、次のこのパート2でもう少し、健康の状態は何なのかというところをお話ししていきたいと思います。はい、ありがとうございます。